クエンティン・マサイスはフランドルの画家。その生涯を通じて、主に宗教が、風俗が、肖像画等を多く描き、その作風はイタリアルネサンスと北方ルネサンスとの融合と言える。1465年あるいは1466年にルーベンで生まれ、父親は腕の立つ家冶屋であった。1507年に完全に独立した画家となるまでのマサイスの経歴には、 不明な点が多い。おそらくは、ルーベンのディルク・ボーズンの工房で修行した。1491年に、アントワープに移り同地の画家組合に、親方として登録。この頃より大画家としての名声を得た。1492年頃に、最初の妻と結婚し、3人の子を設けた。1508年に再婚し、さらに10人の子を設け。 その中にはフォンテーヌブロー派の影響を強く受けた画家、ヤン・マサイスがいる。同名の孫クエンティン・マサイスも、やはり著名な画家である。1530年に、薬病で没した。マサイスは、当初は、ウェイデン、ボーツ、グースらの影響を受けた宗教的内在を描いていたが、次第に、風俗的海外へと移っていった。画風も、 技巧的で優雅なものとなり、アントワープにおける代表的なマニエリスム様式の画家になった。マサイスがイタリア界が、特にダヴィンチに深く傾倒していたのは明らかであり、それは例えばスフマートの技法やカリカチュア、肖像画の構図に見て取れる。またファンエークの伝統的手法からも多くを学んでいたようである。晩年には画力の衰えが見られ、絵に、 感傷的傾向が強まっていった。マサイスの風俗画には、道徳教訓的な内容がしばしば見られる。いわゆる人間の不徳、生命の儚さの告発であり、マサイスは、絵画史における、このジャンルの開拓者とみなされている。例えば代表作、両外賞とその妻や、不釣り合いなカップルは、エラスムスの著作との関連が指摘される。後者のモチーフは、 ちぐがみら来さんの一節、小娘に惚れ込んで、うぶな若造底の毛の狂気沙汰をやってのけるにあたる、ものである。またそれらの風俗画にはグロデスクへの偏愛が見て取れ、ダヴィンチと同じく若者と老人の組み合わせに妙味を感じていたようである。ありがとうございます。